本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。フルセットにもつれ込む苦しい試合だったと思いますが、本日の試合を振り返っていかがでしたか？すごい苦しい場面が多くあって楽に取れた試合じゃないと思うんですけど、最後はやっぱりチーム全員で1点集中していけたので今日の勝利があったのかなと思います。今日は16得点のうちブロックが6本と素晴らしい活躍でしたが、ご自身のプレーを振り返っていかがでしょうか？攻撃の面であまりチームに貢献できない部分があったんですけど、そのブロックでその自分の
一番得意なプレーであるブロックで少しでもチームに貢献できるようにブロックに視点を変えてやれたので、そこはすごい効果があってよかったです。そして今日の勝利で順位が一つ上がり4位となりました。次戦は BFU ブルーキャッツとの対戦となりますが、次戦に向けての意気込みをお願いします。残り少ない3レグの試合で一つも落とせなくなってくるので、どういう展開であっても攻めることを忘れずにチーム全員で戦っていけたらいいなと思います。それでは最後に、本日も多くのファンの皆さんが会場そして配信でご覧になっております、ファンの皆様に一言お願いします。応援ありがとうございました。まだまだ試合は続くんですけど、チーム一丸となって一試合一試合大切に戦っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。久光スプリングス20番荒木彩香選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。